毎日がエブリデイ皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾およしです。本日も東京・渋谷、スペイン坂スタジオより生放送でお送りしちゃいけねえよ。この音は、あららららら。えー、僕にね、オブセッションがついてしまいました。なんかオブセッションってなんかよくわかんないんだけど、まあ、とりあえずキラーにね、執着されるらしいですね。真っ先に殺される。要するに、 僕を殺すすこととででキラーににっては有利になるわけですよだから優先的に僕を殺すんですけど実は2種類あって生かしておくとキラーに、えー、有利になるパークマルソーでだから真っ先に殺されるかじわじわといたぶられてね最後まで生かされるか、まあ、どっちかになると思いますはいというわけで今回のキラーはマイケル先輩 いやあ、もうマイケル先輩怖いよねえ。いやいやいや、参ったのまた、マイケル先輩と戦わなくちゃいけないというか、ほら、もうあそこにマイケル先輩いるじゃないですか。やだな、もうー、母さん。本当はね、今日ね、ちょっと、サッカー七尾良しとして告知したいことがあるんですけど、ちょっと落ち着いてからね。 えー、修理進めていきましょう、えー、それではアナウンスしますね小説原稿10月号にてド S 刑事の新連載がスタートしますサブタイトルは「胃の中の蛙ず大会を知らず殺人事件」1作目からねサブタイトルは「ことわざ縛り」ですおい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 先輩来ちゃうじゃないのよでね舞台は豪華客船今回はかなりダイナミックな事件が起こりますよ ハリウッド映画みたいな展開になりそう。よろしくお願いいたします。えー、あとね、えー、先日発売された鹿女探偵で、朝日屋書店がね、運営する本チューブにて、インタビューをしていただきました。えー、左上にリンクを貼っておきますので、えー、興味があったらちょっとね、クリックしてみてください。またね、概要欄にも本チューブのアドレスを貼っておきますので、えー、よろしかったらご、チェックしてくださいね。よろしくお願いします。 とか何とか言ってる間にね、えー、2台、あと3台ですね。どうだ地下に連れられ、釣られてしまった。先輩は多分近くをウロウロしているはず。かなりね、近づかないと先輩っていうのは心音が聞こえないんですよ。今上にいるね。上から見下ろして、探してる。怖えな。 ちょっと草むらに隠れますよさすが草むらなかなかね、あのー、身を隠すには捨てる姿勢が高いですからね草,草むらほらほら見つかってないあ見つかっちゃった一撃だよワンパンでしたあららららら,ら,らまあそれ先輩にとってはね僕オブセッションかかってるんで真っ先に殺したいでしょうね参、まあ、ったな おっひっかかったもがけば間に合うか間に合うか間に合わないかなうわあってお前ら他の2人何あんな遠くにいるよ僕が釣られてる間にね救助して欲しかったでもあと2台か大丈夫かななんとかレスキューできるじゃあね今日はね久しぶりに映画のご紹介なんかしましょうかね えー、今日ね、紹介する映画は、テロライブ、韓国映画のね、超ハラハラドキドキサスペンススリラーなんですよ。えー、これをね、鑑賞したのは確かね、2013年だったと思うけど、個人的に、その年に鑑賞した映画ではナンバーワンの面白さでしたって言ってる間にね、おじいちゃん言っちゃいましたね、天に召されてしまった。おー、サンキュー、みんちゃん、ありがとう。 ここでね、治療してもらいましょうはいはいはいきたきたきたああ <laughs> やべやべ <laughs> ああ見つかっちゃったああ逃げろ逃げろ逃げろまあ逃げられるかないたーいたパンおターゲット移したかもしかしてみんちゃんに行ったかな やばいやばい。またこっち来てるね。やばいやばい。おお見失ってくれてはいるけど、まだ油断はできない。よし、こっち行きましょう、まあ。なんとかね、見失ってくれた。ここ地下室あるから、地下室に、地下室で治療しようかね。はい。で、テロライブね、どんな映画かっていうとね、主人公は、 ユン・ヨンファっていう人ね。ラジオ局に左遷させられたね。あの、人気、元人気キャスターなんですよ。でね、ある日ね、突然ね、生放送中に番組に脅迫電話がかかってくるのね。ハンガン、ハンガンって変わるでしょ。あそこにやかかる橋に爆弾を仕掛けたって言うんですよ。まあ、嘘だろうってね、相手にはしなかったんだけど、本当にね、爆発されちゃうんですよ。バーンってね。で、これはね、人気を取り戻すチャンスだと、まあ、主人公のユ,ユンさんはね、 犯人とのやりとりを独占生中継しちゃうんですね。しかし犯人は言うわけですよ。お前のイヤホンにも爆弾仕込んどいたからなって。外そうとすれば爆発するぞってね。で、犯人の要求は、ある建設事故に関する大統領の直接の謝罪と21億ウォンの現金。さあ、どうするンユンファみたいなね。そんな映画です。やべ。見つかったかな、これは ああ、見つかったね、見そうだよね。見つかっちゃうよね。うわ,わ、うわ,わ、うわ、うわ、うわ。ここで捕まるとね、地下にかけられちゃうんで、やばいやばいやばい、逃げる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 、ああここいたないかな、ないかな、いたいたいた。たおおこれ、ダメだ。<laughs> ああ、二度目ですね。まだ、まだ、もう一回分はいけると思うんですけど、 あそこで修理しているお結構あれだね強気だねうわいや今度助けてくれるかなキャンプするつもりかこいつどうだ一応離れてっては言いたありがとうみんちゃんサンキューナイスレスキュー さあ、今度捕まったら俺死ぬからね。やばいやばい、見つかったかな見つかったかなやばいやばいやばい。あ、見つかってるよ。おボロータイム発動オッケーもうこれ、逃げないとね。パーンここはちょっとうまい具合に壁を利用しながら足音足跡をつけずに、逃げればもしかしたら、あるいは、見失ってくれるかも。あこのマイケル先輩、あんまり上級者ではないのかな すぐ見失ってくれる。って、やべえ。そうか、ボロータイムだった。うわ、やべえ。鹿量持ってないよね。鹿漁師のパーク。あれを持ってると、ダウンしてるね。敵の位置がわかるんですけど、探し回ってるってことは、鹿漁師のパークは持ってない。今のうちに、回復できるとこまで回復して、上限までね。あとは誰かに治療してもらう。 みやちゃんがいる、みやちゃん、みやちゃん。オッケーありがとうよし、これでいいよ。あとは自分で何とかするから。サンクスブー。とりあえず、ここで、セルフケアしましょう。で、この映画なんだけどね、もうね、なんていうの、本当にね、常に7枚上に展開してしまって、 先が全く読めないんですよ。えー、主人。来た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 。来たいや。いやいやいや違う違う。というか、セルフケアだけど、ナースコーリング持ってるかもしれないからね。心音が聞こえるうちはやめたい。治療はできない。近くで発電機を壊してる。 もう、ね、ほんとね斜め上にね展開してしまって先が読めないんですよで主人公やスタッフたちのねやる行為取る行動が全てね裏目に出てしまってどん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 状況が悪化するんだけどその先の展開がねほんと読めないのねで視聴者にとっては想定外すぎてもうねラストに至ってはどうなったらこうなるのって話なんだけどでストーリーとしてはねもちろんちゃんと成立しているし整合性わあごめんごめんうわあ 整合るのねでね、ここまでやるかなってラストで、ほんとびっくりですわ。あと2台。なんとかならないかな、あと2台。まだまだね、韓国映画もね、侮れないですね。やっぱ面白い映画は、はけて日本の映画より面白い。で、韓国って、ラブコメとね、 サスペンス、スリラー、サスペンスはね、本当にその技術はすごいね。脚本にしろ、演技にしろ、演出にしろ、ラブコメとサスペンスは、本当にハリウッドとかね、日本の映画なんかはるかに上にありますね、韓国映画っていうのは。作り手のね、才能がすごいんですよね。特にね、やっぱりラブコメなんか本当面白いもんね。その点日本の映画、日本人ってラブコメ下手くクソですよね。 なんか、すごい寒いもんね。一回さ、猟奇的な彼女っていう韓国映画あれ、ほんとすごい面白かったんだけど、あれをね、日本人がね、リメイクしたんだよね、日本のドラマで。確か、草薙剛とね、田中麗奈がやってたやつなんだけど、もうね、寒すぎて、同じストーリーなのに寒すぎて見てらんないもん。うわぁ、ワンパンタイムになっちゃったね。あと2台か、1台はそこ,そこにあるから、月を見ながら、 うわーそこかー近いな肉フックに釣ったら多分すぐここに来るよねーいやーちょっと離れた方がいいなナイスーあと1台なんか今回俺ねあんまり役に立ってないから最後の1台ぐらいは貢献したいなー今日全然役に立ってないもんねー あそこか近いな来た来たやっぱり来たね近いなレスキューか修理どっちかやりたい近くを徘徊しているよしワンパンタイム終了とりあえず 接近しますかねあ一人あ救出に向かってるけど戻ったってことはそこにいるんだねよしじゃあね決死の覚悟でレスキューに向かいます今追っかけられてるんだよねクロちゃんがオッケーお待たせ 頑張ったねあと1台頑張ろうなんとかねクロちゃんがタゲを取ってもらってる時タゲを取ってる間にできるだけ修理しますわ来るかなツールボックス持っててよかった おなんとかいけそうじゃねちょっとスキルチェックがね外せないんで集中していきますよ集中集中しろオッケーよーし出口あげるぞ来るかなー、はい、向こうとこっちか 向こうに行ってくれればいいんだけど来るかなあ来るよね来ますよねそうですよね分かってました <laughs> うわやべえ <laughs> これ今のうちに向こうの出口開けてくれ頼むせめてお前たち2人だけでもね脱出してくれ俺のことは気にしなくていいいや嘘だけどいや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  見失ってくれたいやタゲを映したのかないやいやそんなことないね。見失ったのか。この先輩ちょっとあれかなあんま上級者じゃないね。結構見失ってしまうもんね。 もうすご腕の人は絶対見失わないからねちょっとぐらい隠れたって絶対見つけ出すしねよっしゃーああ一1人脱出しているということは向こうに行ったかなあとちょっと間に合いますようにオッケーやったー多分向こうの扉に行ったんだな それではセルフケアでねおおナイス脱出あとは僕だけでもそんなの関係ねえでもそんなの関係ねえみたいなねさあ全開してから出ましょうかね先輩も多分こっちにやってくるよね切られてもいいけどやめとこう はいどうもお疲れ様でした。いやー、よかった。なんとか無事でね、脱出することができました。ありがとうございます。でね、ほんとさっきのね、テロライブですけど、まあね、韓国映画はまだまだ侮れないですね。面白い作品は突き抜けてる。ねこれほどのインパクトとエネルギーのある映画はそうそうないですね。 見ている最中、トイレ行けなかったもん。<laughs> もうね、5分目を話すと、話についていけなくなっちゃうんですよ。もうそのぐらい、短時間に何度も何度もね、二転三転していくんですね。もうというかね、前編にわたって、大どんでん返しの繰り返しみたいな、そんな映画でした。というわけでね、えー、久々の映画レビュー、評価額をつけたいと思います。テロライブ、評価額はズバリ。 1600円です。名作ですね。ほんとね、一度見たらしばらくは忘れられそうのない、韓国サスペンス映画の超傑作です。えー、作り手のね、破れかぶれなエネルギーがすごいですね。まだこんな作り手がいるんだね、韓国には。いやいや、ほんとね、まだまだあの韓国映画楽しみです。はい。というわけでね、今回はここまでにしたいと思います。それでは、皆さん。 Have a nice day. nice チャンネル登録は下の顔写真のアイコンをパソコンならクリック iPhone やスマートフォンならタップしてくださいよろしくお願いします